このエキシビジョンマッチ解説は田村徳さん、そしてゲストの福井聖奈さん、お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや田村さん、この試合どうなりますかね。そうですね、階級の違うチャンピオンが、はい、エキシビジョンマッチでやるっていうことなんですけど、はい、いやどうなんですかね、原口選手めちゃめちゃ強いんで楽しみですよね。そうですよね。ブラックパンサーペリーノ、まずは第2代ライズウェルター級王者ブラックパンサーペリーノ。175センチ、ファシネイトファイトチーム所属、ライズデッドオアライフ2020アンダー63キロトーナメント優勝、魅惑の秀才革命児、原口健太。このオファーをもらったのが3、4日前だったという原口健太、どんな戦いを見せるんでしょうか。さあゲストの福井さん、はい、いやどんな戦いになるんですかね。いや私原口選手の大ファンなんで負けてほしくないですね。そうですか。でもベイノー選手意外と強いんですよ、あんな感じで。意外と、ね、意外と減量してないと両選手の差が15キロぐらいあるっていう話なんですよね。いやこれ本当に原口選手よく受けましたよね。いや本当にそうですね、男気があるなって本当に思います。当然このコロナ禍の中、このライズを引っ張っていくために、盛り上げていくために、しっかりとその戦いを見せていこうという両選手。返し早いですね、うん、ライト級王者原口、そしてウェルター級王者のベイノアです。おい、いやこれどこまで田村さんやるのかというところもありますけれども。そうですね、まだ今様子見って感じなんですけど、はい、ベイノア選手のこの得意のガードが、得意技のガードが、はい、どうやって炸裂するかですよね。おお、そしてさまざまな技を繰り出していきます原口健人です。いや福さん見せてくれますね。いやそうですね、笑わないようにしないと。さあオーストリアスタイルのベイノーに対して左構えも見せています原口健人です。見せるところを見せてやってますけど、意外とこの蹴り合いはガチでやってるような気がしますね。一応すでにガードつけてますけれども、はい、このあたりっていうのはダメージってどうなんですか。いや、まあ、本気で蹴ってはないものの、まあ、痛いは痛いですよね。いやこの接近戦蹴り合い、こんだけ階級の上、階級自分より上の人と戦うってなると、はい、気持ちどんな感じなんですかね。そうです、まあ本当の試合じゃないんであれですけど、まあでも怖いですよね、まあ、本当にこう軽くでもタイミングが当たったら危ないです、はい、いやただ軽くやろうかなと思っててもやっぱりリングに上がるとどうしても気合入りますよ ね、 そうですね。さあ早くも残り第1ラウンド30秒切りました。2分2ラウンドで行われますスペシャルエキシビジョンマッチです。お互い空手出身ということもあって、はい、蹴りが多いですね。そうですね、空手でもタイトルをラスト10秒しっかりとここまで取って、おー、あー、おい、多彩な足技を見せていきます原口です。いやそしてパンチの打ち合い、ここで第1ラウンド終了。いやいや福士さんちょっと声出てないですけど、いや、なんか、でも原口選手追い込まれたところでこう、はい、ちゃんと対応してるし、なんて言うんだろう、階級差があるようにあんまり思えない。いやでも本当に上手いですね、うん、原口選手かなりロープギアでもしっかり対応してますし、うん、見えてるんだなっていうのがすごい伝わってきます。そのあたりはお互いに認め合うところだとは思います、うん、いやでもベイノー選手もかなり余裕ありますよ ね、 ですね。テクニックやっぱり本当にチャンピオンなんで、いや本当に弱かったらチャンピオンになれないんで、めちゃめちゃ強いですね、うん、だから原口選手もあいつは強いんだよ、とにかく本当は強いんだって言ってましたもんね。そうですね。いやベイノーは今年の2月28日に試合をして今日のエキシビジョンマッチに臨んでいるということになります。ただいつでも試合ができる状態にはいるという話もしていました。さあこれが最終ラウンドということになります。最終ラウンドの2ラウンドの2分が始まりました。ここもお互いに蹴り合っていく。いや田村さん早いですね。いや早いですね、いやこれもロープ際、ただこの辺りのこの相手の技をこうガードしていく、この辺りの技も見せていきます原口です。変則的な蹴り分かりにくいんですよね、お互いの。おお、やられたらやり返すんですね。回転蹴りを返していきました原口。共にバックボーンが空手という 両選手です。
そして、まあ、原口といいますとその、まあ、型にはまらないような攻撃、このあたりが田村さん魅力でもありますよね。そうですね、蹴りだけじゃなくてしかもパンチもうまいんで、はい、しかも避けるのもうまいですし、本当に言うことがない選手ですよね。ここはベイノアのハイキックをかわしていきました原口です。ああ距離が詰まりますと一気にスピードも上がります両選手。この上下の内訳を見せていきます原口です。いやここは大きな雄たけびを上げながら前に出ていきますベイノア。かなり気合入ってますね。そうですね、いやですから夏川天心選手がそのライズ卒業を表明しています。その後誰がこうライズ引っ張っていくのか、このあたりというのもこの両選手のライバル心というのが田村さんありそうですよね。やっぱり自分たちでライズを引っ張っていくよっていう感じは見えますよね。さあここも距離を決めて細かいパンチを打ち合っていく。はいはい、近い距離でやっぱ蹴り技が出せるのはすごいですよね、いや本当に迫力があります。残り10秒、さあこの攻防はどうか。高いにミドル入ってます、ね、出していきます。いやこの顔面ワンツー、ここで試合終了。スペシャルエキシビジョンマッチ、非常に見応えのある両選手の対戦ということになりました。原口健人対ブラックパンサーベイノア。いや福井さん、本当にさっきまで横で解説していた人とは思えないですよね。本当ですよね。そうここの解説からこっちに行くのもびっくりなんですけど、はい、いや、 やっぱり集中力すごいですね。そうですね、細かいパンチも的確に当たってますし、緑も入ってますし、見てるんだなって思いました。いやでもここまで体格差があるとやっぱ原口選手もかなり疲れるだろうなって感じますね。やっぱ相手が大きいと疲れるんですかね。やっぱ動き回らないといけないんで、かなり疲れますね。まともに打ち合ったら勝てないんで、急遽の参戦ということになりました。原口健人選手とブラックパンサーベイノア選手。ただ本当にやっぱりライブが困っている時に盛り上げていきたい、そういう気持ちですよね。気持ちは伝わってきますよね、選手はみんな思ってますね、さあ見事な戦いを見せてくれました原口健人、そしてブラックパンサーベイノアの両選手です。マイクはあるのかな。ここで多分マイクがなかったら終わりですかね。オチがつかないですよね。ベイノア選手はここからがなんか試合みたいなのがありますね。そうですね、ここは KO 負けなのかどうなのかちょっと見ていきたいですね。エキシビションマッチを戦ってくれましたお二人にコメントをいただきたいと思います、まずはブラックパンサーベインノワ選手からお願いします。いや、いやいやいや、おっす、痛ましくなりますから来ましたブラックパンサーベインノワです。おっす、いや、原健くんありがとうございました。ライズ愛にあふれる2人によるエキシビションマッチいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。まあ本当に今格闘技だけじゃなくてスポーツ界も、まあ、中止だ延期だ当たり前にできない状況が続いてますけど、こうやって今日開催できたのもライズ関係者の皆様、アベマ TV 関係者の皆様、スポンサー各社の皆様のおかげに他なりません。本当にありがとうございます。我々ライズファイターもこれから歩みを止めることなくずっと突き進んでいきます。突っ走っていくので、ファンの皆様、今ご視聴中の皆さんもずっと追いかけてきてください。ずっと共に突っ走っていきましょう。これからもやっていこう。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、原口健人選手お願いします。はい、まずベイノア選手ありがとうございます。ベイさん、そういうマイクは一人の時にしなあかんわ。え、俺喋るから。ごめん終わっちゃってるから。いやもう締めてください。完璧な締めを。しんどいわ。しんどいて。あ、そうですね、まあこういうライズという舞台で、まあ、僕よりもはるかに上の、まあ、現役の最強チャンピオンとこうエキシでしたけど、まあ、拳を交えて、まあ、自分自身めちゃめちゃいい経験になったんで、
ライズさん、ありがとうございます。そうですね、僕次戦7月18日、まあ、出場予定ではいますし、相手はあの前回流れたグローリーの世界チャンピオンとしたいなと思ってるんで、もし決まれば皆さん力を貸してください。お願いします。ありがとうございました。じゃあせっかくなんでベイノアさん締めますか。ビシッと短く。わかりました。じゃあいつものいつものなんかある行きますか。ライズも、いや格闘技界、スポーツ界、日本全部最高。おし、そんなのあったっけ。ありがとうございました。両選手に盛大な拍手をお送りください。ということで両選手のコメントをお聞きいたしましたが、いや福井さん大爆笑。いや原口選手優しい。バスって言って、いや最後のオスが効きました ね、いやこれを視聴してくださっている皆さんも画面の前で大爆笑だったと思います。あ、そうかな、ね、どうなんですかね。まあ、田村さんどうでした今のコメント聞いて。いや僕は全然面白いこと言えないんであれですけど、はい、その振りちょっとかわいそうですよ。面白いですかね。いやただあのベイノア選手も無茶振りされて分かりましたってすぐ言えるっていうところがすごいですよ ね、気持ちは広いですよね、本当に、はい、挑戦することが大事ですから。そうだ、はい、最終的には原口選手の押してしまったという両選手でした。スペシャルエキシビジョンマッチ2分2ラウンド、原口健人選手対ブラックパンサーベイノア選手の試合をお届けしました。